書道芸術院の創立75周年を記念して全国を巡回しているこの作品展。安芸市の会場には現役で活躍している著名な書家の作品など146点が展示されています。こちらは文部科学大臣賞を受賞した日本を代表する辻元大雲さんの作品です。この展覧会のために書き下ろしたもので、墨の色と余白の白のバランスが見事です。全国的に活躍されております、私ども芸術院 の、 あの活動の内容をあのご覧いただいて、いろいろあの参考にしていただいたらありがたいと思っております。この書道展は安芸市の書道美術館で今度の日曜日まで開かれています。